皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容は2024年春のおすすめスキンケアのご紹介です。まあこの春もおすすめのスキンケアがいっぱいあります。そこで私がですね、一点一点お気に入り商品をご紹介させていただきますので、最後まで見てください。それではスタート。それでは早速始めていくわよ。まずは洗顔でございます。こちらクラランスプレシャスラムースネトワイヤントでございます。クラランスから素晴らしい洗顔出たわよ。何が素晴らしいかというとですね、この成分なんですよ。もう洗浄能力はもちろんなんですけれども、なんと1年に1回しか咲かない月下美人のですね抽出液が入ってるんですよ。それでね、お肌を整えてくれるとともにオーガニックカメリアエキスも入ってますので、こちらね、泡立てて洗い上げることによってちゃんと汚れも取れるんですけれども、その栄養成分でお肌を整えてくれるという効果もあります。このようにさーっと泡立てていきますと、月下美人クリオエキスというのが酸化ストレス炎症を防いでくれるという効果があるんですね。なのでしっかりと洗い上げながらもお肌の炎症だったり酸化を防いでくれるという効果があります。そしてなんて言ったってね、こうやって泡立てていただきましたら、これ付属のブラシというのがあります。この付属のブラシで取っていただきましたら、これでねさーっと滑らせながら洗顔をするというブラシ洗顔になっております。この洗顔だけでももちろん優秀なんですけれども、付属のブラシをですねお使いいただくことによって、キメや毛穴の隅々にまでしっかりと洗顔を行き渡らせるということができます。小鼻の周り、毛穴の中、そして凹凸、いろんなところにもこのようにこのブラシの毛先がしっかり入り込んでくれますので、汚れをちゃんと落とすということができるんですね。これはまた今年の春流行るんじゃないかなと思っております。続きましてもう一つ洗顔でおすすめがあります。こちらでございます。エスト AC ピュアファイマッサージウォッシュでございます。洗顔なんですけれども、炭酸洗顔になっております。なんと 100% 炭酸になっておりますので、こちらでマッサージをしながら洗顔をしていただきますと、汚れやくすみをしっかりと払うとともに、その血行促進をしてくれることによって水分の保持力も高めてくれるという効果があります。水分の保持力というのはですね、肌内部の構造によっていろいろあるんですけれども、それをですね整えてくれるような効果があるんですね。特にこちら朝を使いいただきますと、使った後の後肌がですね、とっても透明感で満たされているんですね。泡洗顔になりますので、肌負担なくお肌にのせるだけでしっかりと効果を発揮しますので、こちらの炭酸洗顔を使いいただいた後にメイクをしていただきますと、まるで透明度を上げる下地をのせたかのような明るさがプラスできるんですね。朝起きてベストコンディションと思っていても、このですね炭酸洗顔を使いいただきますと、もうワントーン明るさがプラスできますので、これはもうこの春流行るんじゃないかなと思っております。テクスチャーはこれまた泡立てないタイプなんですけれども、このようにチューッと押していただきますと、濃密な 100% 炭酸泡洗顔になってるんですね。これはこのように伸ばしていただきますとすぐに消えません。見てください、お肌の上でしっかり滞りますので、この上から軽くマッサージをすることができます。朝というのはですね、顔がこわばっていて筋肉が硬くなりがちなんですけれども、そんなこわばってしまった肌というのを軽くマッサージをしながら整えてくれるというマッサージ洗顔料になります。これね、夜もいいんですよ。疲れた肌をですね一掃してくれるほどの透明感を上げてくれますので、 100% 炭酸ガスになりますので効果てきめんでございます。これはね絶対流行るんじゃないかなと思っております。続きましてもまた洗顔です。この洗顔も素晴らしいの。こちら水彩ビューティークリアピーリングパウダーウォッシュでございます。これすごいわよ。重曹とクエン酸がミックスになっているパウダーなんですけれども、なんと頑固な汚れや毛穴の黒ずみをしっかりと絡め取って落としてくれる効果があるんですね。頑固な汚れや毛穴の汚れをしっかりと今の時期から落とすということがとっても重要になります。そしてなんとご丁寧に見て、ここに線がありますでしょう。この線がちょうどこうやって切る部分なんですけれども、開けていただきましたら、これをね手のひらに出しますでしょう。そしてここでねポイントとなるのが、パウダー系の洗顔というのはどれぐらいの水でミックスすればいいというのがわからない方がいらっしゃいますよね。先ほど切りました先端の部分、この部分に入る水の量がちょうどミックスするといい量ですよっていう風に設定で作られてるんですね。ここがまたご丁寧だなというところです。でこれをですねお水につけていただいて、ちょっとミックスしていただきますと、
見てください。こういう感じの泡が出来上がります。これを毛穴の気になるところ、キメが気になるところ、頑固な汚れが気になるところ、その部分に乗せていただいて軽くくるくるっとしていただくだけで全ての汚れが一掃できます。パウダーなのでちょっと不安定方もいらっしゃると思います。そして泡立てた時にね、そんなに濃密ではないのにこれでしっかり汚れが落ちるんですかって不安な方もいらっしゃると思うんですが、この水彩のパウダーすごいわよ。クエン酸と重曹の最強タッグが毛穴の中の汚れまでしっかりと一掃してくれますので、パッと見た時に顔がくすんでらっしゃる方、毛穴が開いて黒ずみがある方、そういった方はですね、この水彩のパウダー使ってみてください。本当に綺麗に仕上がります。続きましては先行乳液です。これもったまげるわよ。こちらでございます。コスメデコルテ AQ アプソリュートエマルジョンブライトでございます。なんとこちら AQ のシリーズからブライドニングラインが出るんです。もうこれはですね、皆さんマジで注目してる方多いんじゃないでしょうか。前回のこちら AQ のですね、先行乳液も使わせていただいたんですが、こちらのブライトニングシリーズのこの先行乳液も素晴らしいです。以前の先行乳液はですね、もちろんふっくら柔らかく自然な明るさや透明感、ツヤ感が出たんですけれども、そこにプラスして輝きがプラスされます。ブライトニング効果というのはですね、メラニンの生成を抑え、そして明るさをプラスしてくれるという効果があります。そこにプラスしてこの先行乳液の特徴の内側からふわっと出てくる柔らかなツヤ感はですね、引き続きなんですね。ツヤ感とブライトニング効果両方兼ね備えているハイスペックタイプの先行乳液になりますので、この春はかなりおすすめでございます。私はですね、もうすでにリピートをしようかなって思ってるぐらい今大切に使わせていただいておりますので、こちらは透明感欲しい方、そしてこれから春の季節は紫外線強くなりますね。その紫外線を浴びてしまうことを考慮し、予防としてこちらブライトニングタイプの先行乳液をお使いいただくことによって、透明感のある肌をずっとキープさせることができますので、これは大注目の商品でございます。続きましてはお化粧水でございます。こちらランコムクラリフィックデュアルエッセンスローション EX でございます。みんなこれもすごい人気の商品だったでしょう。あの2020年に登場して以来ずっと人気のローションがですね、なんと今年の2024年にリニューアルいたしました。もうこれも私で本当に注目しているお化粧水なんですけれども、何がリニューアルしたかと申しますと、以前の美容成分は引き続きなんですが、そこにプラスして4種類の角質をケアしてくれる成分が配合されました。穏やかに角質ケアすることがいかに大切かということが皆さんも分かっていると思います。角質というのはですね、ターンオーバーといって内側からどんどん生まれてくる、組織になります。その内側から生まれてくる組織をですね、しっかりと穏やかにリズミカルに整えてくれるというのが、こういった角質ケアをしてくれるローションになります。表層というのはですね、これは角質なんですね。この角質がですね、美しいということが一番肌が綺麗に見えるというポイントになりますので、その表層の角質をですね、急激にではなく日々使い続けることによって穏やかに整えてくれるという効果があります。その角質ケア成分が4種類配合されているということで、これはまた大注目商品なんじゃないでしょうか。春というのはですね、紫外線量が強く、そして紫外線が当たることによって角質が硬くなったりとか肌がごわつきやすくなります。ホルモンバランスの乱れによってもターンオーバーというのが乱れますので、角質状況が乱れやすい季節になります。その乱れやすい季節こそ穏やかに角質状況を整えてくれるというローションを使い続ける、これが春にはぴったりだなということで、今回のお気に入りに入れさせていただきました。このローションよくご覧いただきますと2層に分かれているタイプのローションになりますので、3秒振っていただいた後に使っていただくのがベストでございます。でこれをね、蓋を開けていただきますと、これがまたね、使いやすく水っぽいテクスチャーなんですよ。こういう水っぽいテクスチャーはですね、すごく爽やかにお使いいただけますので、日々使い続けるにはとってもいいテクスチャーだなと思っております。この後にのせる美容液やクリームの邪魔をしないほどさらっとしたテクスチャーになっておりますので、好み関係なく皆様にお使いいただきやすいローションのテクスチャーかなと思います。この春はやはり角質ケアをちゃんと先手を打ってやっていく、これがいかに重要だなというのも私感じておりますので、今回選ばせていただきました。続きましてもお化粧水、この化粧水も素晴らしいわよ。こちらイプサエッセンスローションアルティメイトでございます。みんなも知ってるでしょう。イプサといえばこのアルティメイトラインがあのエイジングケアラインになっています。このエイジングケアラインからなんとですね、あのタイムアクアの上の
このローションが出たということで、本当にこれまた一大ニュースじゃないでしょうか。エイジングケアラインになりますので、水分保持力は抜群です。なぜかと言いますと、あの砂漠植物の恵み成分がですね、配合されてるんですよ。砂漠地帯でカラッカラのお天気の中でもね、もう力強くみずみずしく生きているあの植物からですね、抽出されてるエキスが入ってるわけ。水分保持力抜群ということで、今からの季節、そしてこの春から夏にかけてもやはり乾燥ってしますよね。その乾燥を防いでくれるほどのハリ感と潤い感をしっかり保持できるということで、今回これは皆さん超注目でございます。このローションはあの有名なタイムアクアの新製品として登場いたしましたアルティメイトシリーズの化粧水になりますので、これはみんな注目よ。ねえ、私もこれ使っていた夏頃まで使い続けたいなと思ってるぐらい超お気に入りなの。私ローションはシャバシャバタイプが好きなのね。けれどもこれは実はドロッとしたテクスチャーなの。けれどもこれはですね、私はお化粧水っていうジャンルで登場したんですけれども、もう美容液と言ってもいいんではないかなっていうぐらいしっかりとハリ感と水分保持力があります。そしてテクスチャーはですね、ドロッとしてるんですけれども、伸ばすと水っぽいの。私はもともとこういったとろみ系が好みではなかったんですけれども、アルティメイトシリーズのこのお化粧水は本当に大好きで使いやすいんですよ。もうね、この夏の手前までこのローション使い続けようかなと思っております。続きましてもローションです。このローションも私ストック確定、もうこれは確実でございます。こちらカネボスキンハーモナイザーでございます。二層式のお化粧水なんですけれども、このお化粧水も私の救世主でございます。なぜかと申しますと、なんと悪玉化する皮脂にアプローチしてくれるという素晴らしいお化粧水なんですね。内側から出てくる皮脂に対してお肌にとって悪影響を与えてしまう皮脂というのがあります。その悪玉菌の皮脂にアプローチしてくれる素晴らしいお化粧水になります。私はどちらかというと、脂性肌でニキビが出やすいタイプなんですけれども、内側から出てくる皮脂というのはですね、お肌の美しさにも直結します。けれどもその皮脂の中にも良質なものと悪質なものというのがあるんですね。その悪質な皮脂にしっかりアプローチして、水分と油分のバランスをベストに保ってくれる、健やかな肌に導いてくれるというローションになります。これは年齢を重ねたお肌の方にももちろんですし、成長期でお肌の循環がよろしく内側から皮脂が出やすいという方にもとってもおすすめのローションです。日々何かしらお肌のコンディションの中でニキビが出てしまったりとか、吹き出物がなかなか治らないという方、そういった方はもしかしたら悪玉化する皮脂の影響によるものかもしれませんので、こちらをね使ってみる価値があるかと思います。私自身は本当に吹き出物が少なくなったということで、マジでこちら救世主のローションでございます。続きまして化粧液でございます。もう化粧液といえばというのはこちら、リサージスキンメンテナイザー S でございます。もうリサージといえばこの化粧液が超有名ですよね。撮影現場では必ず使っているローションなんですけれども、化粧水と乳液が一体化された商品になります。潤い効果としっかりとお肌を柔らかくしてくれるという効果があるんですね。そしてこちらの S と書いてあるのがですね、特に揺らぎがちな肌の方に向けて作られたラインになります。そこで出た、こちら化粧液スキンメンテナイザー、これはですね本当に私にとって仕事の現場では欠かせないアイテムになりますので、お肌が揺らぎがちな時、お肌がなかなか安定しないわっていう方には特におすすめなんですね。お化粧水と乳液が一体化されていることによってミニマムに済んでしまうという化粧液、そして水分もしっかりと保持しながらもお肌が柔らかくなり、ふわっと柔らかなツヤ感も出るということで大好きなローションになります。撮影現場というのはですね、いろんなモデルさん女優さん多種多様なお肌の方がいらっしゃるんですね。そういったお肌のどんな状況か、どんな季節であろうとも使える化粧液ということで、これは私撮影現場ではなくてはならない商品でございます。デイリーにお使いいただく際にも、お肌のコンディションがなかなか安定しないわという方にはとってもおすすめでございます。続きまして美容液です。美容液みんな気になるんじゃない？素晴らしくハイスペックな美容液がですね、実はたくさん出るんですね。そこから私が気になった商品をご紹介いたします。まずはこちら、キールズ DS プレセラムでございます。わー、この美容液見て、すごい綺麗な透明じゃない？そう、
クリアなブルーの透明というのはですね、これまた着色料一切使われてないからだそうです。そしてこれ一体何の美容液かと申しますとですね、ピーリング美容液になります。穏やかなピール効果によってしっかりと角質を柔軟にほぐしてくれるという効果があります。これはブースティング効果がありますので、洗顔後すぐに使っていただく美容液になりますので、若干水っぽいテクスチャーになっております。ただの水っぽく感じるんですけれども、表層や肌内部にまでしっかりと効果をもたらしてくれるピーリング効果のある美容液でございます。ピーリング効果というのはですね、やはり角質状況を整えてくれるという効果がありますので、春先というのは紫外線が強くなることによって角質状況が若干乱ります。そして角質が硬くなることによってゴワッとした印象になってしまうんですね。それを解きほぐすかのように洗顔後すぐにお使いいただきますと、お肌が透明感で満たされます。角質状況が整うことによって肌の印象がクリアに見えるんですね。そのブースティング効果としてファーストで入れるための美容液、これは私ねかなりお気に入りですので、皆様もね、お肌が硬いな、くすんでるなっていうのを感じる方、そういった方にはね、ファーストでこちらの美容液入れていただきますと、本当にお肌のね角質状況を整いますので、この後にのせるスキンケアの浸透性も高めてくれるという効果もありますので、この美容液も超おすすめでございます。続きましての美容液もすごいわよ。エピステームブライトプラズムレーザーでございます。こちらは美白美容液になるんですけれども、なんとエピステームさんはですね、今回美容クリニックと共同研究をされて作られたという素晴らしい美容液になります。何に着目されたかというのはですね、定着されたシミや定着されたくすみってありますよね。どんなケアをしてもなかなかシミやくすみが軽減されないという方、そういった方にアプローチできるという美容液になるんですけれども、美容クリニックと共同研究されたことによって、自宅でも光治療をしたかのような明るさをプラスできるよということで作られた美容液になります。私はですね、ポイントでちょっと定着しているところがあるんですね。シミやくすみというのはですね、日々いろいろ変化はあるんですけれども、なかなか頑固に変わらないというシミもあります。部分的にお使いいただいてもいいですし、お顔全体に定着くすみ、定着シミがあるという方には全体に使っていただきますと、ちょっとずつなんですけれども明るさがプラスできるということで、こちらもかなり注目している商品でございます。革命が起きたわよ。すごいんだから、こちらポーラホワイトショットフェイシャルセラムでございます。うわこれすごいんだから、あなたたちもホワイトショット知ってるでしょ。それの新製品が出たの。というのはですね、もともとメラニンの生成に着目している商品なんですけれども、この新製品は何が違うかと申しますと、なんと今回の研究により表層のメラニンというのがですね、内側の神秘の方に落ちてしまうということが分かったそうなんですよ。そこに着目し、神秘の奥のメラニンにもちゃんとアプローチできて生成して促していく、内側から排出するという効果、それをですねこの美容液の中にしっかりと入れ込んだということなんですよ。これはすごい。シミっていうのはですね、なくならないって思ってらっしゃる方いると思うんですが、これ本当にちょっとずつ奥の奥のしつこいシミにもちゃんとアプローチできますので、これは革命が起きたんじゃないかなと私思っております。それぐらい美容業界では一大ニュースになっているという素晴らしい美容液でございますので、シミが気になる方、もしくはシミがこれから出そうだなっていう方、どんな方でもとにかくシミにアプローチするということで、こちらかなりおすすめでございます。続きましてクリームなんですけれども、くすみ代表メイクアップアーティストとしてこれは自信を持っておすすめができます。こちらでございます。アスタリフトホワイトアドバンストクリームでございます。こちらは美白クリームになるんですけれども、さすがアスタリフトさん、くすみの連鎖を断ち切ってくれるという素晴らしいクリームでございます。くすみというのはですね、4種類のくすみがあるんですけれども、1種類のくすみが出るとともに連鎖して他のくすみが出てくるんですね。そのくすみの連鎖をしっかり断ち切ってくれるという成分が配合されております。透過や角層の乱れ、そしてメラニンの蓄積、いろんな意味で顔というのはくすんでしまうんですけれども、しっかりと抑えて連鎖を断ち切ってくれるという素晴らしいクリームになります。皆様も生活の中でメラニンが蓄積されたりとか、角層が乱れてしまったりとか、透過というのはやはり食事から生活習慣の中で透過してしまうこと多いと思うんですが、生きてるとそういったくすみ現象というのはたくさんあります。そのくすみ現象の連鎖からこのクリームが助けてくれるんですね。何を使ってもくすむという方、くすみが一番気になるという方はこの美白クリーム超おすすめでございます。続きましてのクリーム、これすー
ごいわよ。これはですね、本当にお守り的クリームと言っても過言ではございません。こちらでございます、ラロシポゼシカプラストリペアクリーム B5 プラスでございます。みんなこれお守りよ。もともとラロシポゼというのはですね、皮膚科学に基づいて作られたブランドになりますので、敏感肌の方でも使いいただけるブランドなんですけれども、その中でもこの保湿クリームというのが世界で今も大人気の商品なんですが、日本人に相性のいい処方で今回新登場いたしました。このクリームはですね、お肌の調子がよろしくない時に、何を使っていいかわからないという時にはまずこのクリームを使っていただきたいんですね。というのはですね、歯科成分が配合されておりますので、顔の赤みを鎮静するという効果があります。それ以外にお肌を保護する効果がありますので、揺らぎ肌の方だったりとか敏感肌の時、お肌のそのバリア機能を高めてくれることによって、お肌をしっかりと守ってくれるという効果があるんですね。そしてこういったクリームというのはですね、お肌が敏感な時には使えないものが多いんですけれども、さすがのラロシュポゼということで出していただきますと、こういったね、ちょっとコクのあるテクスチャーのクリームなんですけれども、実はですね、これ全体にのせていただいて大丈夫です。というのはね、ニキビや凹凸のある部分にもちゃんとフィットしてくれるクリームになるんですけれども、このクリームはですね、若干コクがありますので、手の温熱で温めていただきながらのせるとしっかりとフィットされます。そしてこれだけコクがあるのに油分大丈夫かなって心配なさる方もいらっしゃると思うんですけれども、ご安心あれ。こちらの保湿クリームはどんな敏感な状態の時でもお使いいただけますので、これは私も本当にお守りクリームとして常に常備しております。これは私自身にも使えますし、仕事の現場でも必ずメイクボックスの中に1本入れておりますので、揺らぎやすい春の季節、花粉症や PM2.5、 そしてホルモンバランスの乱れによってお肌状況があまり安定しないという方にはとってもおすすめのクリームでございます。今安定しているから大丈夫ではなく、揺らぎ肌というのは大体の方が感じるんじゃないでしょうか。そんな揺らぎ肌の時に備えて、こちら1本常備しておいていただきますと、とっても安心かなと思って、こちらかなりおすすめのクリームでございます。続きまして、素晴らしいクリームよ。これは発見しちゃったの、すごいわよ。こちらクリニックスマートリペアアップクリームでございます。このクリーム一言で申し上げると、シャープで上向きな弾力美肌、これがぴったりなクリームでございます。なんて言ったってこれですね、お顔全体に使っていただくクリームなんですけれども、フェイスラインや首元にもお使いいただけるクリームということで、どういうことかというとですね、コラーゲンに着目して作られているクリームになりますので、全体に乗せていただきますとふっくらしながらもシャープで弾力のあるフェイスラインになるんですね。素晴らしいのが、引き上がった効果ではなく、なんとなくお顔全体の印象が弾力があるのにシャープに見えるというクリームなんですよ。そしてこれですね、フェイスラインと首元にも使っていただきたいのがですね、スマホ首ってありますでしょう。 PC やスマホずっと見て前にこうやって首がなってしまいますと、横線がありますよね。この部分若干シワってなってません？フェイスラインがなんか緩んでません？その緩みというのをですね、このクリームがシュッとシャープな印象に持ってってくれる素晴らしいクリームなんですよ。私もですね、数回使っただけなんですけれども、ちゃんと効果を感じて、今もこのクリームないと困っちゃうっていうぐらいですね、かなり大好きなクリームでございます。こちらのクリームはですね、取っていただきますと若干コクのあるテクスチャーになっております。コクのあるテクスチャーなんですけれども、こうやって伸ばしていただきますと、すごく水っぽいテクスチャーに変わってくれるクリームなんですね。心地よさは抜群ということと、こちらはシャープで弾力な上向き肌にしてくれるクリームになりますので、フェイスラインと首元、ピーンと張ったこのね皮膚とフェイスラインのキュッとした引き上がった印象、これをプラスするためには、このクリームをこのフェイスラインから首にちょっとだけプラスするんですね。そうすると見てください、私のフェイスライン今日すごいと思いません？これこのクリームのおかげといっても過言ではないんですよ。本当にこのクリーム今大好きで、かなりマイブームのクリームになりますので、皆様もこの弾力がありながらもシャープで上向きな肌にしたいという方は、こちらのクリーム超おすすめでございます。続きましてのクリーム、これはですね、年齢を重ねた大人の肌にはとにかく注目のクリームでございます。こちらよ、資生堂バイタルパーフェクションシュプリームクリームコンセントレートでございます。こちらは資生堂のエイジングケアラインの最高峰クリームになります。それがなんとですね、10年ぶりのリニューアルをいたしました。このクリームのファンの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。年齢を重ねた大人肌というのはですね、何を使っても明るくならず、何を使ってもカサカサって方もいらっしゃいますよね。そういった方にはとにかくおすすめのクリームでございます。最高峰の美白効果、最高峰のエイジングケア効果があるということで超有名
の商品ですけれども、これがリニューアルしたということでミセス世代の方大注目でございます。私もですね、何をやってもカサカサっていう日があるんですけれども、そんな時救世主としてこのクリームをちょっと使うとですね、本当に潤沢に潤うんですね。それぐらいコクがあるテクスチャーなんですけれども、このコクというのはですね、不快になるコクではなく安心感のあるコクになりますので、コクが嫌いな方でもお使いいただきやすいクリームかなと思います。ちょろんと取っていただきますでしょう。パール粒一粒でも十分なぐらいなんですけれども、これぐらいの量をですね、見てください。これ伸びがすごくいいので、そしてコクがありますので、まるでバームを塗ったかのようなコクなんですよ。全体に伸ばしていただきますと、見てもう超潤ってるということで、また爽やかな香りなのよ。フレッシュな香りがしますとね、まるで気分まで若返った気持ちになるんですよ。このクリームはですね、もちろん栄養成分での効果、そして美白効果とエイジング効果をしっかり兼ね備えているんですけれども、若々しい気持ちにも導いてくれるという素晴らしいクリームでございます。そしてこの部分用美容液、これすごいわよ。まさにこれみんな待ってたんじゃないっていう商品があるのよ。こちらディオールカプチュールトータルヒアルショットでございます。うわー、なんと2種類のヒアルロン酸を組み合わせた複合体が配合されてるんですね。なので実はですね、これ美容医療でヒアルロン酸を注入したい部分にチューッと入れていただくんですよ。これを使うとなんとですね、ふっくらとしたボリューム感が出るという素晴らしい美容液なの。すごいでしょう。皆様もね、お顔を見た時に、あーちょっとヒアルロンさんここに入れた、ここ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 っていろいろありますでしょ。その部分に自宅でチュンチュンってやってみてください。もうね、使い続けるほどに本当にふっくらしてくるんですよ。これまさに美容医療をする前に一度使っていただきたい商品になります。私も年齢なりにいろんなへこんだ部分が出てきます。例えばこのこめかみの部分、まぶたのくぼみ、目の下の部分、ほうれい線のこの根元、口元のマリオネットライン、いろんなところがポコポコしてくるんですね。そこの部分にチュンチュンチュンって、そうすると今日私はふっくらしてると思いません？もちろん全体にのせた美容液の効果、クリームの効果はあるんですけれども、ポイントでこのディオールのヒアルショットをちょんちょん入れてるから全体的にふっくらして見えますでしょう。いや、これは皆さん大注目なんじゃないのっていうですね、部分用美容液になりますので、こちらは春に超おすすめの商品でございます。ちなみに小田切さん、本当にチュッチュですか？チュッチュなわけないでしょ。っていう感じでございます。そういや、人の多分3倍量ぐらい使っておりますけれどもね。なぜならばこれ実はですね、テクスチャーがですね、出していただきますと見て、コクがないタイプになります。水っぽいテクスチャーですので、広げることもできればポイントでチュッとここで注入することもできるんですね。なので皆様ね、お顔の中でその影のある根元にチュンってやっていただきたいんですよ。例えばほうれい線の根元にチュン、目元にチュン、このくぼみにチュン、ポコポコポコってあるようなところにもチュン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 と、まさにヒアルロン酸注射をするかのようにチュンチュンチュンって乗せていくわけ。こうやってチュンチュンチュンって、そこをトン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 ってこうやってなじませていく。けれども私はそんなんじゃ足りねえよって話でチューってやってシャーッと伸ばします。それぐらいあなたこれ大好きなのよ。これだけ効果が出ますので、お顔の印象でちょっとふっくらさせたいなっていうパーツがある方はこちらとってもおすすめでございます。続きまして、アイクリームでございます。今年の春もアイクリーム、これは絶対必須でございます。目元というのはですね、一番乾燥しやすいパーツになりますので、この春の環境下にぴったりなアイクリームがあります。こちらでございます。クレドポーボーテクレーム EU-S でございます。クレポのアイクリームは超高保湿ということで、生命力豊かな目元にしたいときには本当にクレポのアイクリームだよりですね、乾燥から来る小じわ、くすみ、クマ、すべてにアプローチしてくれるというクリームになりますので、目元がどうしてもシワシワという方、そういった方の救世主といっても過言ではございません。テクスチャーが若干コクがあるタイプになりますので、こういったねスパシルにちょっと取っていただいて、これを指で伸ばしていただくのもよろしい。専用のスパ
ちらで転がしてマッサージしていただくのもよろしい。コクがあることによって乾燥からくるシワやくすみやクマ、そういったものを軽減する効果がありますので、春先でどうしても目元がシワシワになってしまうという方、そういった方はこちらのクリームがかなりおすすめでございます。乾燥どころではない年齢を重ねたシワやたるみ、いろんなものにもアプローチできるアイクリームになりますので、目元に何を使っても乾燥してしまうという方にはとにかく優秀なアイクリームとして今回選ばせていただきました。続きましてはクリーム状のマスクでございます。マスクといってもいろんなタイプがありますよね。そんな中でクリーム形状のマスクとしてこれいいなといったものがあります。こちらセンサイ UTM ザマスクでございます。ラグジュアリーっていう感じのビジュアルですけれども、使用感もラグジュアリー、後肌もラグジュアリーになるという素晴らしいマスククリームになります。こちらはですね、マッサージをするためのクリームになるんですけれども、見てください、結構ね容量もしっかり入っているのと、これ実はですね専用のマッサージアプリケーションがついております。こちらは高品質の磁気が、こちらコーティングされておりますので、これでねつけて伸ばしていただきますとクリームが馴染み見やすく、肌当たりが良く、クリームの塗り心地がすごく良くなるというですね、マッサージアプリケーションがついてるんですよ。私このままちょっといっちゃいますよ。これコクのあるテクスチャーになっておりますので、これをねこっち乗せていただきますと乾かないんですね。これでバーッと塗り広げながら、指で塗り広げてもいいんですけれども、指についてしまったものを拭き取るのもったいないですね。私はねマッサージアプリケーションでこっち伸ばしちゃうんですけれども、こういう感じでねカッサのようにお使いいただけるマッサージアプリケーション、これで全体に伸ばしていただきますとしっかりと、顔のコリやよどみというのをですねほぐすことができます。これでやると気持ちいいのよ。これね顔にやったらさらに気持ちいいのよ。やりすぎれてしまいますと肌負担がありますので、短時間でしっかりアプローチして済ませるというのがポイントでございます。これ気持ちいい、すごいわよこれね。これすごい、皆さんね顔凝ってないと思うでしょ。やるとほっとりうわ気持ちいいってなりますので、コリというのはですね感じてからでは遅いですので、コリの発生を感じてないうちからケアするということが重要だと思っておりますので、時間に余裕があるという方、そういった方はこちらの繊細のマッサージクリームが超おすすめでございます。続きましてマスクでございます。これ私ね大好きなんですけれども、このマスクを使ってキュッと引き上げて潤いを潤沢にするんですよ。それがこちらでございますでしょう。そうよ、これを使ってね夜な夜ないろんなことをするんですよこのマスクでね。えというのは冗談なんですけれども、こちらでございます、ソアンノワールファーミングレースマスクでございます。うわー楽しいというマスクなんですけれども、実はですねこれかなり高機能なマスクなんですよ。こちらのレースのマスクとセットになっているものなんですが、これにプラスしてこちらのブラシもセットになっているものなんですが、見てください、プルプルのジェル状のマスクなんですが、これをお顔全体に塗り広げた後にこちらのレースのマスクをピタッとフィットさせる潤い効果、そしてこのレースのマスクを使うことによって引き上げる効果もあると言われているマスクなんですね。私は実際まだ使い始めたばかりなので効果は感じていないんですけれども、これから使い続けることによってどんな効果があるのかなというのをですね、私楽しみにこの春は使おうかなと思っている商品でございます。実際にこちらブラシでですねこのように取っていただきましたら、これをですねお顔全体にファーッと広げるんですね。広げた上にこちらのレースのマスクをピタッとフィットさせます。ちょっとやってみようか。ほーらすごいでしょう。ということでジバンシーの柄がすごいでしょう。繊細なレース、こちらのクリームを乗せた後にこのレースのマスクをピタッとフィットさせて、この耳にかけることによってキュッと引き上がった印象になるという魔法のマスクなんだそうなんですよ。使い続けてどんな魔法がかかるかっていうことを楽しみにね、この春こちらのクリーム使ってみようかなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。2024年春のおすすめスキンケア、もう気になるのいっぱいあったんじゃない。これ以外にもですねいっぱいスキンケアというのは出るんですけれども、その中でもよりすぐり私が厳選してこれは本当にいいなっていうものを選ばせていただきました。皆様も気になるものが1点でもありましたら参考にしてみてください。それでは今日の動画がいいと思ってくださった方はいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。そしてサブチャンネル、 TikTok、Instagram、X のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。